初回からかなりすごい映像が、まあ、いわゆるバーベキューゴミ。はい、というわけで皆さんこんにちは。今日もやってきました。もうね、初回からかなりすごい映像が映ってるんですけど、まあ今向こうがね、川辺橋っていう橋なんですよね。これ総社方面側にいるんですけど、この総社から真備に、向かう、この橋、まあ、こっちはね、自転車道、歩道ですよね、の場所の下にね、ゴミがすごい散乱してるんですよね、まあ、いわゆるバーベキューゴミ。ずっとね、ここなんか若い人たちがね、ゴミなんかバーベキューしてるなっていうのを見たんですけど、まあ、夜な夜なね、夜深夜遅くまでなんかやってる感じではあったんですけど、ちょっとこんな感じです。ね、この打ち上げ花火、戦国バトル、このバトルお酒の缶とかで、このねバーベキューの後の網あるわけですよ。まだこの他にもね、いろいろあるゴミはね いっぱいあるんですけどね、ちょっとねできる限り掃除していこうかなと思います。ゴミ袋もね限りがあるんで、まあ、できる範囲でちょっと掃除します。お酒のね、瓶もいいですよね。やっぱり花火がどうしてもね、いいかなと。やっぱこの時花火やりたくなりますもんね。お酒がね、圧倒的にいいかなと。よいしょ。バキバキに壊して、まあ下手すればね火事になり得ないようなね感じかなと思います。もうできる限りで掃除しようかなと思います。よいしょ。白まで飲んでいたということですよね。よいしょ。まあ、どう見てもね、内容的にはドン・キホーテで買ったのかなっていう感じですかね。確かに今レジャーグッズとかねすごい売ってんで、どん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 ねゴミが増えてきてます。
はい、炭のまだ使ってないやつかな、ちょっとわかんない、ちょっとやばいな、ちょっとやっぱり雨降ってきたしね、限界かなと。バーベキューコンロ、ちょっとカメラ濡れるので、かなりの、量のね、ゴミが、あるわけなんですけどね、至る所でね、花火の跡が目立つと。バスケットとか、カゴですね、あの奥の方に見るかな、あったりとかします。で本当にやっぱりね、花火が多いですね。ここもともとバーベキューするような場所じゃないんですけど、すごい開けた場所で、絶好のスポットでやっなんですけども、これはね、ひどいかなと。今までね、綺麗に後片付けしてる方があってね、ずっとこう続けられたとは思うんですけど、こうやってね、大規模な感じでやられるとね、本当に何だろうな、そういう無料でね、ただでというか、ね、自由にできなくなってしまう可能性もあるんですよね。で僕もね、バーベキューすごい好きなんですけど、もうこういうねことをし始めてからバーベキューもやりたくねみたいな感じになりましたね。なんかテンションが下がっていうような感じになってます。よいしょ、またね、少しでもちょっと変わってくれたら、また僕もバーベキューしたいなって思うんですけど、当分はいいかなって感じでございます。はい、その短時間で30分もかかってないかな。でこんな感じですね。だいたい一グループ何人ぐらいかな、16人7人ぐらいのグループかなっていうような雰囲気がしますね。でその大きい倉敷とか岡山市内から来たのかなっていうような雰囲気の内容ですよね。この辺に住んでる人からしたらすごい迷惑かなっていう、いい迷惑ですよね。無事に、掃除終わりました。だいぶね綺麗になりました。ほらね、ナビの方でほら綺麗に太陽がね、日差しが感じになってますけど、なんかいいですね。でゴミはね、自分の家の場所で捨てます。ありがとうございました。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ
検索してみてください。ウラバンスピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。